どうも皆さん、お世話になっています。奥間でございます。ということで、今回は、まあ、タイトルにもあると思うんですけども、エキスポですね。爬虫類イベントに、まあ、久々にね、お客さんとして、最近ね、ちょっと出店側で、参加することが多かったんですけども、久しぶりにお客さんとしてね、参加してきました。まあ、結構ね、出店側でいると、ブースにいる時間が長いので、なかなかちょっとね、全部回りきれなかったり、まあ、なかなかね、他のブースさん見れなかったりするので、まあ今日は一人でね、いろいろ物色してたんですけども、楽しいですね。イベントを回るのね。まあ、いた時間はね、まあ2時間くらい。もうサクッとね、全部見て、1フロアだったので、ですね、今回のエキスポ1フロアだったので、まあね、そんなに長い時間はいなかったんですけども、まあ購入品だったり、まあお迎えした整体だったり、ね、いるので、紹介していきたいと思います。はい、まずは購入品ですね。ゾッサー、これね、全部とは言いませんけども、まあ、ほとんどねコオロギですね。なんかこんな感じでコオロギ、なんかね、こっち買った後にこっちをね見つけたので、まあ値段はね、そんな変わんなかったんですけど、まあちっちゃいのと大きいのですね。はい、悪魔ちゃん用と、まあ最近お迎えした、ニューギニアオオホソユビアモリ、長えな、ギニアちゃんね、コオロギをね、大量に買ってきました。で、あとは、こちら、新聞紙をね、買ってきたんですけども、なんとね、この新聞紙、ちょっと中に、はい、ね、ちょっと特殊な新聞紙でしたね。シェルターが入ってました。ね、悪魔ちゃん用にですね、この植木鉢シェルターを3つ買ってきました。かわいいですね。これほんとね、ちょうどいいんですよね。ちょうどいいんですよ。カエル屋さんに売ってるやつなんですけども、ほんと悪魔ちゃんにちょうどよくて、まあ、2匹3匹入れますよっていうね。はい、シェルターになっております。で、まあ、購入品は以上ですね。で、あとお迎えした整体がですね、すごいちゃんとしたね、ショッパーに入ってますけども、まあ、ブリーダーさんなのかな、多分なんかお店って感じじゃなくて、もうね、全部自家販の、ね、ここがね売ってたんですけども、はい、今日も京都で京門トカゲモドキレオパード月光ですねのブラックブラッドの男の子ですね。ブラックブラッドの男の子。よっ。で、JMG のね、ブラックブラッド同士から出てきた自家販の個体です。自家販の個体ですってね、僕が言ったら僕がね、ブリードしたみたいになっちゃうんですけど、らしいです。はい。で、そう、うちに、そう、JMG のブラックブラッドちゃん、女の子ね、最近お迎えしたので、男の子はね、なかなか、探すといなくて、ね、たまたま今日ね、いい感じの男の子を発見したので。はい、まあ、ということで、レオパード月光ブラックブラッドをお迎えしました。はい。ということで、購入品、整体の紹介以上です。で、まあ、イベントつながりということで、来月の、4月14日、日曜日に、アクアリウムバスね、出店することがもう決まりましたので、で、まあ今回は、まあ合同出店という形でね、まあ多分合同出店って言ってもブースがね、ちょっと隣になるだけだと思うんですけども、まあになりますので、ちょっとね、ショップの方は、まあ後々、一緒にね、お店出すブリーダーさんとかね、紹介していければいいのかなというところで、ね、ぜひぜひ、13、14でビッグレプがありますけども、アクアリウムバスの方にもね、ぜひお越しください。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。